マーチ再開 VS ミッドオコマ戦ナンバーワンということでやっていきます。おめでとう、橋本です。はい、プロレスアカデミーやらせてもらってございます。何でしょう。対決ですね。そうですね。最近増えてまいりましたが、比較、マーチの一番下とミッドオコマ戦の一番上、どっちが上なんだみたいなね。そうですね。ここはこうなのか、こうなのか、みたいなのをやっていくと。そういうことでございます。はい、前回ちょっと、最大と総計でやっていきましたけど。はい、やりましたね。あれはそんな伸びてなかった。そうですね。あんまりでしたね。まあ、前回よりはまあ妥当な検証なんじゃないかなと。そうですね。まあまあでも本当にマーチに行くかニットコマスに行くかみたいなとか言ってる人とか、まあ正直その気になってるところじゃないですか。まあそうですね。うん、と思いますよ。はい、こうまあ面白おかしくやってますけど、はい、きっかけにしていただけると一番いいのかなと思いますので、はい、まあちょっと楽しみつつ、はい、自分の志望校を選ぶのにも活かしつつって感じで見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、と思います。はい、ということでね、早速1個目で、医者の医学部をですね、はい、出しちゃうと話が終わっちゃうからと。まあ確かに。医学部は覗いてね。はい、そうですね。はい、医学部は覗いていこうと思います。はい。まずですね、ニットコマスで一番強いところ、はい、どこかな探したときにやっぱ東洋の経済ですね、はい、ここが出てくるかなと思います、うんうんうん、それは最近非常に人気ですよね、はい、キャンパス移転もあったりとか、うん、公募推薦ですかね、うんうんうん、新しい入試方式も始めたりして、はい、本当にこう人気が高まっている東洋大学ですけれども、うん、まあ、その中でも特に文学部でも結構強いんですが、まあ、経済経営系は強いかなと思いましたので、はい、まあ、ここを出してきました、はい、対するマーチですね、うん、そこは出すのがちょっと、まあ、不憫ちゃ不憫かもしれないんですが、はい、まあ、中央と法政と経済系、はい、まあ、経済学部ですね、うんうんうん、を出してちょっと比較していこうと思います、はい、でまずですね、偏差値になりますね。こんな感じになっています、はい、ででん、はい、経済学部経済学科で比較をしています、うん、基本的には、学部個別方式ですね、うん、全学部じゃなくてというところで比較をしてございます、はい、ちょっとまあというのが控えめかなって感じですかね。まあでもさすがにだんだんだんってなってますね。そうですね、 52.5、55、うん、57.5って感じ。本当に肉薄してる感じですよね、はい、で中央と法政が、うん、まあ、ちょっと他の学部よりも、うん、まあ、劣ってるというか、まあ、偏差値的にはマイルドになっているところ、はい、マイルドね。偏差値ってマイルドっていうんですか。いや、難しいですね、言い方が。はい、まあ控えめになっているところの理由をちょっとまあ自分なりに考えてみたんですが、はい、まあ、ちょっとキャンパス的な要因が大きいのかなと思います。まあ、結局ね、行きやすさみたいなところで選ばれたりするんですね、うん、はい、まあ、特に最近はその都心回帰みたいなキャンパスって多くあるので、ちょっと田舎のキャンパスはちょっと選ばれないがちかなと思ったりして、うんうん、人気ですね、はい、はい、まあ、中大で言うと多摩キャンパス、うん、まあ、これで言うと他も結構多摩キャンパス多いので、うん、まあ、経済学部に限った話じゃないんですが、まあ、そういったところと、はい、法政も同じですね、多摩の方にキャンパスがあるんですね、はい、で経営学部が一概にありますので、うん、まあ、ちょっと同じね、どうせ同じこと学ぶんだったら、うん、都市の方で勉強したいよっていう子が多いのかなというところで、経済の方が、まあ、実際経営と比べてもね、2.5 か5ポイントぐらい偏差値下がってるんですけれども、うん、まあ、そういうところになってるんじゃないかなと思いますね、はい、で一方で東洋の経済学部が、うん、城山キャンパスっていうところで文京区にあるんですね、はい、あの山手線の巣鴨かな、うん、とかからも歩いて行けるような距離にあったりします、うんうんうん、なんか 3,4 路線ぐらい確か行けたはずなので、歩いて、うん、結構いい立地になったりですね、うん、そういったのも含めて、まあ、結構こう偏差値が近くなってきてるんじゃないかなとは思います。実際に科目のところもですね、ちょっと調べてみました、はい、で、まあ、こんな感じで、ね、出していきたいと思いますが、はい、基本的には英国、社会数学から1科目っていう感じになっていきます、うん、なので、まあ、科目はまあ全部一緒です。3科目で受けれるっていうところですね、うん、はい、ただですね、まあ、東洋の方が結構融通が効くなと思っていて、うん、どういうことかというと、基本的には100、100、100の300点ではなくてですね、傾斜、はい、がかかってますね、うん、英語、重視方式とか、はい、数学重視方式、はい、あるいはその最高得点、重視方式みたいな形ですね、はい、一番取れたやつ で、 そうです、はい、最高得点を、確か2倍にするような方式があったりしましたので、はい、3科のバランスが悪い形すると取れてない、うん、結構突出して、うん、得意があるよみたいなのは結構受けやすいかなというふうに思いました、はい、科目はあんま変わらずというところで、うん、まあ、ただその中でもこういうふうに偏差値の差が出てるので、まあ、その偏差値の差が難易度の差と言っていいのかなというふうに個人的に思いますと、はい、で実際入試問題見てみたんですけれども、うん、まあ、英語の方で見てみましたけれども、はい、見てみますか、東洋法制、はい、そうですね、はい、あの、まあ言ってしまうと全部ザ次第入試っていう感じなんですね、まあ、つまり文法がめっちゃ多いみたいな、うん、はい、東洋が一番最初に長文が出てきて一番ちょっと総計に近いような感じになっていますけれども、うん、まあ、法政と中央とかは まず文法が出てきて、はい、でまあ本当に簡単な熟語ですね、うん、メイクファンオブとか書いてありますよね、ヴィンテージとかですね、うん、ネクステージとか載ってるようなものから始まるというところで、うん、本当にこう王道の次第入試っていうところ、まあ、どれもそれは変わらなかったんですけれども、ね、はい、やっぱりその合格点の部分ですね、はい、でいうとやっぱりこう東洋は、まあ、大体6割ぐらいで合格ができるんですけれども、はい、まあ、法政とか、まあ、特に中央とかは7割ぐらい取らないといけなかったです、うん、まあ、ちょっとこれは英語
語の配点が大きかったりとかすると思うんですが、はい、まあ、東洋のその得意科目とか選べる中でも6割ぐらいっていうところと、まあ、参加が、割かしですねフラットな入試の中で7割ぐらい取らないといけない、うん、まあ、法政と中央っていうところで比べるとやっぱりこう、まあ、さすがにマーチの方が難しいかなっていうふうな印象がありますね。はい、経済系においてはやっぱりマーチの方がこうなってますよということでした。さすがにちょっと厳しいかなというふうに思います、はい、はい。ただ目指していいじゃないかなと思いますけどね、うん、問題レベルもまあそこまで高くないというか、なんて言うんでしょうね、努力をちゃんと見てくれるような問題タイプになってますんで、うんうんうん、東洋の経済目指してたけどマーチいけんじゃないかっていうふうにもなってほしいなと思いますね。そうですね、はい、マーチはなんか総計みたいな理不尽さがないイメージですよね、うんうんうん、ちゃんと評価しますね。マーチ軍艦同列がなんかちゃんと頑張ってきたらある程度の出席点とか、なんかそう努力点を上げるよみたいな感じの問題は多く見かけられますんで気がしますね、はい、なんで意外とそのねマーチと1コマ線の間にそんなすごい壁があるわけじゃないよ、うん、じゃ上と下を取ればありますけど、うん、じゃないよっていうのも分かってほしいなと思います。はい、ということで、ね、はい、次に行っていきましょう。もうワンバトルあるんですね。そうですね、はい、もう1個持ってきました。なんとかマーチが一勝です、はい、一勝です、はい。東洋出したのは日大も出したいなと思っていて、はい、ここで戦っていれば勝てるんじゃないかなということで、はい、日大の芸術学部を持ってきました芸術学部日芸ですね。なるほどね、これ勝てるんじゃないかなと。マーチの芸術系とそうですね、はい、マーチの芸術系があるのかって話なんですが、はい、青学のですね比較芸術学科、はい、ですね、あとはですね立教大学の現代心理学部映像身体学科思ってきました、はい、ここもちょっとあの中見てみたら結構まあアートでだったりですとか、うん、そういったものについてちょっと心理学的に分析していきましょうみたいな、そういった学科だったので、うん、はい、まあ、ここもまあ一つこう含めていいのかなと、はい、まあ、アプローチの仕方がね違うというだけ で、うんうん、最終的な目的は結構似てるかなというところで、はい、まあ、ちょっと無理やりになっちゃうんですが、はい、まあ、ちょっとぶつけてみたというところでございます、はいはい、で偏差値ですねこんな感じになっていまして60と、お横並びです。あ、これはですね引き分けということですね、はい、まあ、全学部日程を出しているのはちょっとこれは理由があるので後ほどご説明します、はいはい、別にこれは恣意的に日大の方がちょっと高いのを出してやるとかそういうことではないので、はい、そういう感じですと。その理由についてちょっとこれから説明するので、下の科目の方ですね、はい、見ていただければと思います。ちょっとこんな感じで出させていただければと思いますが、はいはい、入試科目ですね、まあ、日大の方はですね A 方式と N 方式っていうのがあります、うん、で A 方式が個別日程のものですね、はい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 、で見ていただけるとですね国語英語と実技または面接なんですね、うんうん、はい、まあ、あのデザイン学科なのでというところですね、うんうん、あの細かい専攻とかによって変わってくるんですが、はい、あの実技の面接のところが、うん、ただそこが300点になってきますので、うん、まあ、結構まあここはこう、まあ、学力というよりは、まあ、本当にまあそうですよね、はい、まあそうですよね、はいはい、ということになっています、はい、で N 方式の方ですね、はい、こちらが国語、地理、歴史、公民数学、理科、英語から2科目取ってっていう感じになりますね、うん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 、やっぱり全学部形式になりますので、はい、まあ、ただその偏差値とか比べるんだったらこっちもっと考えていけないかなと思って、うんうん、まあ、こっちを持ってきた次第です、はい、一方でまあ青学、理系を見ていきますけれども、うん、まず青学はですね国語、英語、あと地理、地歴、数学から1科目っていう感じになっていきます、はい、ここはですね青学は基本的にその共通テストと一緒に受けたりとか、うん、英検持ってないと受けられないんですが、はい、まあ、貴重なあの3科目で受けられる学部になっているということですね、うん、はい、で立教については英検、国語、地歴という感じですね、はい、まあ、例に漏れず英検が必要ということになっていきます、うん、はい、なので、結論から比較がめっちゃ難しいというところです、はい、まあそうですよね青学が受けやすいように見えるんですが、はいはい、まあ、当然青学は他がこう協定がいろいろあってということで、はい、まあ、みんな避けてここに集まってくるんですよね、まあ、青学がいいみたいなね、はい、まあ、それで比較芸術学科、まあ、そうですね、って大丈夫かってなりますけど、まあそうですね、まあ、でも流れてくるのは絶対ありますよね、はいはい、ここの学科にどれだけってのあるんですが、はい、まあ、まあそういったあの、ね、層がいて、まあ、かなり偏差値高くなるんですね、うん、あの経済学部とかもそうなんですけれども、はい、まあ、なかなかちょっとどこが1位って言えないんですが、うん、日芸の方が、はい、なんですか、まあ、ブランドがあるというか、はい、その、業界における地位が結構確立されている感じがあるかなと思うので、はい、まあ、ここは日芸で1票かなとなんか最後ぬるっといきましたねいやごめんなさい、ちょっとなんとか硬さが高かったんや。いや、そうなんですよね、1個目は、ね、入試問題までちゃんと見て比較しようと思ってたんですが、はい、その2個目はですね、まあ、僕の独断と偏見です、ね、最後は。で、まあ、医学部があるから、まあ、はい、手が日大が勝ち、はい、そうですね、ということで2等分差の勝利ということになります、はい、じゃあ1対1、まあ、日大はやっぱ学部ね多岐にわたってますからね、そうですね、っていうのもありまして、はい、うん、結構まあやっぱりこの実技がっていうのはありますんで、第2戦目が芸術系というのも謎ですけど、まあ、1対1ということで、はい、どんな総合大学にもありますよぐらいの学部でいくとやっぱりまあまだその壁は厚いのかなと。そうですね、まあでも
キャンパスの場所で結構人気変わるっていうのは言っていいのか分かんないですけど、マーチとかニットコマ線らしいなって思いますね。なるほど。その、はい、東大が別にちょっと場所変わったからって変わんないじゃないですか。確かに千葉大の場所が変わってとか筑波の場所が変わってとか、行きにくくなったから違う方に流れるってあんまないと思うんですよ、うん、はい、そこはちょっと私立ならではかと思いますんで。逆にまあちゃんとキャンパスとかも調べた上でね、正直だるいじゃないですか、遠いとこ行くんで。そうですね。はい、やと思うんで、幅広く帯で志望校を狙っていくなら、そういう通いやすさとか通ってから行きたくねーってなんないような、ね、うん、そこがやっぱ一番大事だと思いますんで。そうですね。はい、今日の比較もそうですけども、はい、一概にねマーチの方が良くてニットコマ線がどうでってわけでもないので、うんうん、調べてもらえたらいいなと思います。はい、はい、また8月19日ですね、大宮校でまた私来て1対1で受験相談イベントやりますので、保護者様も大歓迎ですし、受験生の人でも非受験生の人でも大歓迎でございますので、あ、もちろんあれですよ、勉強してる人ですよ。あの非受験生って言っても1年2年でこそういう話なんで、はい、よろしくお願いします。はい、またですね、夏季講習がね今2週間無料で、やっておりますので、まだ受付期間中でございますので、この夏の間に例えば計画の立て方学びたいとか、勉強やってるけどあんまり伸びないなって夏休み後半になって思ってきたとか、そういった方はですね、今の自学自習の何かヒントがね見つかると思いますので、概要欄にありますフォームから一度お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。ということで次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。